どうも兄さん。あ、どうもー。皆さんどうもー。どうもー。兄でーす。ケイチでーす。今日はね、兄さんのね、はい、新居に来た。はい。新居に来ちゃいましたね。この間クッキング動画で、はい、うちのキッチンは出ましたけども。今日はね、はい、兄さんがさ、どうやら、サオトリル新調したそうじゃん。やっちまったんだよ。やっちまったんだこれ。そう、しかも、うん、あれなんですよ、あのイカがさ、釣りたいっつって、うん、アオリイカまだ一回もあげてないじゃん。そうだね、今までなんだっけ、シリアケイカ、シリアケとヤリイカ。ヤリイカはあれ、やばかったけどね。やばかったけど、なぜアオリじゃねえんだって思って、まあ、確かに、アオリであの堤防行ったけど、そう、まあ、最終的に釣れたのがヤリイカだったから、そう、未だに、うん、確かに釣れてはいないんだよね、俺夢にアオリイカ出てくるもん。煽ってくる。おお、すげえ煽ってくる。煽ってくる。すげえ煽ってくる。うわーみたいな。ザッパーン。つかつってやるって思ってね。でも早速見せてくださいよ。はい。はい、今回買ったのが。買ったのが。こちら、こちらですね。これ映ってんのかな、これ。ダイワの。ダイワの。エメラルダス。エメラルダス。エメラルダスの、うん、86M。86M ってやつですね。おー、86フィート、あ、8.6 フィート、M サイズ、うん、か、そうですね、8フィート6インチ、ね、で、エギサイズが 2.5 から 4.0、5まで 3.5、あ、そうね、4.0。あそこに書いてある、なんか、目の前に。あ、ほんと？うん、ここに書いてある。エギサイズ 2.5 から 4.0 まで使えると。そう、で、P ラインが 0.5 から 1.0 までいけると。までいける。わ、早速ちょっと出してください。お前が触りたいんだけど。じゃあ、エメラルダスはやっぱイカ専用なんですけど、うん、イカ専用なんですけど、何がいいって、うん、色がいい。いやエメラルドである。イカ専用なんですけど、エメラルドである。そうそう、はい、こちらですね。まあ、タグだって取ってねえもん、まだ。こちらですね。おー、ガイドがね、こんな感じ。何ガイド？K ガイド、 K なんとかガイドって書いてましたね。 K ガイドモデル。うん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 。なんかヨレとかなくなるのかな。あー、でも確かにね、細い、少ない。うん、自動解除機能を有するステンレス製 K ガイド搭載。これステンレスなんですね。じゃあ、はい、すげえ。 K ガイドです。わかんないですけど、兄さんね、兄さん今までね、竿にね、運がなくてね、このね、このリング取れたりね、取れたりね、トラウトのやつも取れてんだよ、取れてね。で、今度あの、あんりちゃんとか用にも、うん、あの揃えたあのライトセーバー、うん、あれも先ほど取れてる、ね、あの緑の方がね。そうで、あのキッズ、うん、キッズ竿、キッズ竿出たね、この前ニコちゃんとかが、うん、サバを釣ってたやつ、うん、あれはなんか置いてたら、なんか食べられて、ブーンってなったね。おーって言っちゃったんですよ。で、俺のアブガルシアの竿が前、あ、そうだね、あったんですけど、うん、ね、あれはこう、ヒューっと倒れてきて、そこにドアが挟まって、パーンって、ね、なかなかね、竿にね、恵まれてなかったけど、やっぱりでもね、今まで考えると、うん、全部ほら、中古が多かったりしたじゃないですか。あ、そう、アブガルシアも中古だったし、うん、でしょ。やっぱりなんだろうな、ほら、やっぱ老朽化してる部分もきっとあると思うんだよね、こういうところとか。そんな簡単ね、うん、だからやっぱりなんかこういう新竿とかでやっぱりこの実調重ねていくといいんじゃねえかなって思うわけですよ、うん、あ、でもちゃんともう全部エギサイズとかもここに乗ってるから楽だね。まあどの竿も大体乗ってるんだけど、うん、いいっすね、ダイワさん。このさ、何このバッテン、逆じゃねえか、これシマノで言うとスパイラル X 的な。ダイワだとなんていうか知らないけど、 あそこに書いてある、バーディング X。 違います。なんていうの、ブレイディング X。 あ、ブレイディング X、 ブレイディング X。 これここがほら、ここがあいつの多分ブレイディング X ですよ、これ。あー、これがブレイディング X か。このブレイディング X ですよ。これ見えるかな。こっちにはねえな。そこの XX ね、この X 型ね、ブレイディング X。 これがブレイディング X。 言いたいだけだろみたいな。あれでしょ、しかもリールも買ったわけでしょ。そう、すごいんですよこれ。エメラルダスのロッドが欲しかったから、うん、かっこいいぜと思ったんで、うん、次はこちらになります。リールが、こちらまた同じダイワさんの、
エメラルダスです。エメラルダス、エメラルダス、そう、もちろんエメラルダスときたらエメラルダスです。エメラルダス、エメラルダスダスです。エメラルダスダスエメラルダスダス、エメラルダスの 2508PEDH やつですね。で、これが、ちょっと開けてみますと、お、これ一回出してたことがあって、糸巻いてあるんですけど、うん、こちらですね、これ。やーべー、この色、この色、やーべー、そう、この色だけ、やーべー、色だけして、このやばい、ダブルハンド、この箱にも書いてあるけど、これ、2508PE の DH の DH が多分ダブルハンドルなのかな。ダブルハンドル多分ね、ダブルハンドルはすぐ掴めるようにってことかな。そうなのかな。でもさ、なんか一般的にダブルハンドルってなんか、うん、俺の中でだよ、すげえ重たいイメージあったんだけど、うん、軽いよ、軽い、やっぱイカ用っていうだけあって、軽いよね。これをセットしても、うん、軽いままだから疲れない、うんうんうん、かな。すごいよね、イカ専用、イカ専用で。だって重さどれぐらいなの、これ。これはどうなんですかね。と見てみるかい。250g ですね。あ、いや200、あ、そっかそっか、多分ダブルハンドルじゃないやつは 235g なんだけど、あ、やっぱちょっと重い。ダブルハンドル入ると250ちょうどになる。あ、でも250ちょうどで収めてるってすげえな、すごい。でもね、持った感じすごい軽いもんね。竿が軽いし、そう、これちょっと部屋の中で伸ばせるサイズじゃないですけど、そうだ、ちょっとちょっと、あ、いいっす、ね、あ、でもシナリーもいいね。いいかもしれない、うん、うん、あれ確かダブルハンドルって何のためにやるのかよく分かんないけど、分かんないよね。とりあえずかっこいい。だから俺は、まあ、いつか俺がね編み出すけど、ダブルハンドルの本当のやり方みたいな、うん、あれですね、今までハゼとかで小指で巻いてきましたけど、来たり、来ましたけど、いろいろやった、バス釣りの時もなんか、あの、うん、あれね、うん、このハンドルをこうやって掴んでみたり、そうやってみたりしたらね、そう。でもついにヤギさんもマジモンって逃げたなって感じがするね。そうね、ちょっとこれね、うん、大事に使っていきたいところですね、うん、これは、うん、いいっすね。これでイカをあげたい、いつかね。で、今巻いてる PE が、はい、あ、今日ここに置いてあるんですけど、そうそうそう、これこれもね、見てください、これ、うん、トーレかな、トライトーレっていうのか、トーレだと思う、うんうん、のスーパーエギング F4、そうですね、ソルトライン P スーパーエギング F4 ってやつで、これもエギング専用です、うん、なるほど、まだ 0.85 0.85、うんうんうん、ちょっと太めがいいなと思って、うんうんうん、はい、12ポンドだったかな。そうだね、12ポンドって書いてありますね。そうなんですよ、これで 150m、 150でもちょうどなんかエメラルダスあれだよね、 0.8 でちょうど150負けるんだよね。他からこれでマックスかな。他は失礼しまーす、はい、PE の 0.5 で 210m で、うん、0.6 で 190 で 0.8 で、150m っていうことになりますね。150だから、うん、ぴったり、だぴったりだね、ぴったりですね。なんかほら、あのハルイカとかは 0.8 使う人が多くって、とか、あと PE.0 とか扱う人が多くって、あの秋以下になるとサイズがほらちっちゃくなるから、ちっちゃい、あ、見切られていいように細めでいこうっていうとかねっていう風な感じらしいんですけど、今まで結構、うん、そういうのあんま気にせずに、うん、こう適当にさ、このくらいかなっつって買って、うん、巻いてたんだけど、うん、結構太いの使ってたと思うんだ今までね、うん、今まで確かにね、これはね、うん、0.8 って言われて買って、これ巻きましたけども、うん、こんなに細くて大丈夫なの。いや俺も分かる、すぐ切れちゃうんじゃないの。分かる、すごいその気持ち分かる。こんなのでいいんだなと思って。そうだね、そんなのも知らずに釣りしてたわけですね。でもやっとこさ、そう、慎重して慎重してね。で、まあでもしかもほら、あのエギだけじゃなくって他のライトゲーム、うん、そう、うん、例えばなんかメバリングとかさ、うんうん、の風にもなんか使えそうだからね、根魚系ロックフィッシュ狙いとか、うん、そういうのも使えそうだから、すごいすいい買い物しましたね。しましたね、うん、というわけで、メバリングはメバリングでまた買うかもしれませんが、とりあえずこれそうだね、とりあえずね、オールマイティに使えそうなイメージ、うん、なんか でも隣に置いときたい竿って感じだよね、ずっとね、なんかメイン竿でね。というわけで、まあ、あの、はい、こんな感じでアニさんが竿を取り入る新調したよっていうことで、やったぜー、ね、秋以下になったらじゃあぜひ行きましょう、はい、あげたいと思います、はい、というわけで皆さん、あのチャンネル登録よろしくお願いします。アニとかね、他にもあのすずアンリちゃんいますけども、
あの Facebook、Twitter、そのとももろありますんで、はい、概要欄からチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで以上、ケイチと、はい、アニでした皆さん、バイバイ